マリア地蔵は埼玉県佐手市大和座権限堂に所在する地蔵村である。マリア観音に類似のものである。このマリア地蔵は今日の権限堂集落農業センター敷地内で発見された。小原延命地蔵大菩薩と彫刻され、右手に赤ん坊を抱いている用紙となっている。キリストを抱いたマリアに見立てられ、1820年に作られている。 尺状の上に十字架が刻まれ、キリスト教のシンボルである蛇や魚が刻まれ、イエスをカモフラージュしたものである、イメスチコとの文字が刻んであることなどから、江戸時代の隠れキリシタンの信仰のよりどころとされたと考えられている。一般には、マリア地蔵と称され、1983年3月24日に、去って死して有形民族文化財となっている。 現在地に移転する以前は大技本原道229に所在していた。また、このマリア地蔵には、武州葛飾軍去って領城吉羽村、美戸津谷出生俗名、鳥海九二両五原延命地蔵大菩薩分生三、んのえ立達四月吉日道軍県原堂日田村案に、しかも立てのイメス地ことと掘られている。このほか 権ン堂集落農業センターの敷地には、石鳥駅府連盟市、高新島、地蔵菩薩二体、落ち返し、十九や、九洋塔、女意林、観音、六地蔵などが所在している。白山大権ンは、権ン堂集落農業センター敷地内に所在しており、白山大権ゲと掘られた記念碑には、白山大権ンゲ手さってし大和座堂。 東砂畑174番地熊の権限社、若宮権限社と合わせ権限堂の地名が、起こったという平成17年7月、吉日懇流事故一堂という折が彫刻されている。また境内には、本殿や、鳥居、長津鉢、浅間大臣、職業未六人弁具、稲荷台、更新、天馬宮、御岳神社、記念碑などの石碑が所在する。ありがとうございます。